続いて特集です。アイヌ民族が古くから儀式や生活に役立ててきたサケ、そのサケを捕獲するのになぜ許可がいるのか、門別のアイヌの男性の訴えが波紋を広げています。門別市の門別川、縄を持つ男性、門別アイヌ協会の畠山聡会長です。道の許可を得ずに儀式に使う鮭を取ろうとしています。警察が来てます。これから何やるんですか。川で網を張って、網を張ってすることはできないですか。できないです。何度も言ってる通りでしたよね。言ってるけれど、でも今やるんであれば我々止めますよ。魚を取るなら魚を取るよ、であればやらせられないんで。神様さんいる魚も何もないから、川で鮭を取ることは水産資源保護法で禁止されています。畠山さんは川での鮭漁は先住民族の権利だと主張しています。これは自然の恵みの中で、野生種で自然の恵みをいただきながら神にもあげる。ただできないんで。できるって。畠山さんは鮭漁を断念せざるを得ませんでした。漁を管理する道は事前に許可を申請するよう求めています。アイヌの伝統的な儀礼につきましては、申請さえしていただければですね、許可をすることとなっております。道内各地で行われるアイヌ民族の伝統的な鮭漁はすべて道に事前の申請が出されています。神々に感謝を捧げる儀式、カムイノミ。この日祭壇に上がったのは釣り人から譲り受けた別の魚でした。非常にちょっと残念だなという思いではいます。売ったり買ったりするわけない。来たい人方にね、食してもらう、それと神々にね、供物としてあげたいんだ。畠山さんはかつて沿岸部にあったアイヌの集落で生まれました。一帯を治めたエカ氏、長老の子孫にあたります。中学生行ったらもう最初からも偏見差別、俺と行き合う時に鼻をつまんでアイヌは臭いだとか、またいじめに遭うのかと思ったら勉強どころでなかったということね、中学2年で学校を中退、アイヌであることを隠しながら漁師として生きてきました。伝統儀式に参加するようになったのは50歳を過ぎてから。アイヌの儀式や先祖供養で各地を回っていた兄が急死したことがきっかけでした。兄貴の思いも汲んでね、やはりアイヌの権利を一つでも二つでも復活するのが俺の大きな、なんちゅうのかな、本当に夢みたいな。2年前に漁師を退職、漁業権を返納しましたが漁のルールは熟知しています。しかし古くから自由に鮭を取ってきたアイヌ民族として事前に許可をもらうという行為に納得がいかないと言います。わからないべかな俺の気持ち。私は違法な行為をしてほしくないってことだけなんですよ。はい、その違法、違法でどっから出てくるのよ。和人の法律だってんですよね。考えてものゆえ、俺は違法だとは思ってないから。今年に入り道の職員や警察から6回にわたり説得を受けてきました。まあ法律違反だなんだって言われたら、あんた方の世界ではそうよ、俺にはそういう言葉は該当しない。みんなことさせたくない。僕は該当しない。畠山さんにはさせたくない。サケはアイヌの人たちにとって特別な魚です。神が宿る生き物であり、主食として暮らしを支え、そして神々に捧げます。
古くから自由に鮭を取って生活してきましたが、150年前に日本人としての同化政策が始まり、アイヌ民族が集団で漁をする権利が奪われました。先週、国連の人種差別撤廃条約委員会は日本政府に対して勧告を出しました。アイヌの人たちの土地や狩猟などを含む天然資源に関した権利が十分に保障されていない、改善するよう求めました。本案を可決するにご異議ありませんか。日本は2008年の国会決議でアイヌを先住民族として認めたものの、アイヌの集団としての権利を認めていないのが現状です。私たちは国連の勧告について国の対応を確認しました。アイヌの人たちの土地や資源に関する権利保護が十分ではなく、改善を求めています。政府としては、今般の勧告内容を十分に検討するとともに、引き続きさらなるアイヌ政策、これは重視していきたい、こういうふうに思います。取り組みが遅れているというふうに考えられます。世界の先住民族政策に詳しい専門家は、独自の文化につながる狩猟などの行為について、先進諸国では先住民族が自分たちで決める権利を保障していると指摘します。国際人権法においては、まさにこれは正当な行為であると、それが日本において違法であるというふうにされるのはですね、日本のその国内法がその国際人権法にその基づいていない。カムイの実の翌日は鮭の豊漁を願う儀式が続きます。十勝の浦幌町で漁師をしているアイヌの男性が儀式に使う鮭を差し入れに来ました。皆さんから見たら過激な方だと思う。だけどそれは俺自分のね、先住権だとかそういうものと噛み合わせた、強硬派っていうのかな、そういう形で動いてるけれど、みんながみんなそうかったらそうじゃないわけだから。私たちもね、鮭を取りたいんですよね、やっぱりね。でもその方法としてどんな方法があるか、私たちは集団の権利としてね、向かっていくしかないなと思ってるんだけども、集団の権利とかね、そういったものを認めさせるべきだということを日本政府に勧告してますからね。シペロロキジカムイアエロキカムイウタリアエヌ。今は法律法律ってそういうことだけれど、私は今回やったことも、俺は先住民族の一人だと。今の行政にね、阻止されることでなくて堂々とやれる時代が来年でも来てくれればなというね、そういう思いではいます。ではスタジオで一体何が問題なのか改めて見ていきましょう、はい、こちら、鮭漁を儀式のために川でする際には道庁と同系ですが、事前に申請をしてくださいと話しています、一方畠山さんはなぜその申請が必要なのかと訴えているわけなんですね。道はこれ日本の法律にのっとって事前に申請をしてくださいと言っています、これに対して先月国連が日本政府に対してアイヌ民族の天然資源などの権利をさらに保護しなさいという勧告をしたんです。そしてこれ国際人権法という枠組みで見てみますと、畠山さんの行為、先住民族として当然認められる行為だ、こういうことになるんです。